だって8月以来のさ劇場公演でさ、よく根も葉も踊ったよね。って思いました。よく頑張った。バスケ開幕したけど見に行く。明日はなんと滋賀レイクスターズのお手伝いに行きます。嬉しい。本当にこれを聞いた時からずっとこのために頑張ってきたようなもの。舞台も琵琶湖放送レギュラーでやらせてもらってる琵琶湖放送さんでの金曜おもろしがで一つコーナーを持たせていただいてるんですけど、それが浜ちゃんのお仕事手伝いますで、ずっと最初からそのコーナーができてからずっと言ってたんです。レイクスにどうかお手伝い行かせてくださいって、この何新しい滋賀レイクスターズがここまで勢いがあると知らない時からもうずっとどうか頼むからレイクスのロケ行きたいってずっと言ってて、念願のやっと叶えました。レイクスで本当にもうこんなにいいのってぐらいすっごいたくさんのお手伝いをやらせてもらうんですよ。でも私はもうずっとこの話をするたびにずっと胸がドキドキして緊張が止まらないです。本当に緊張してる。ずっとこれを聞いた時からやっぱブースターなんで、純粋にブースターやからファンやから緊張どころじゃないかもしれん。美味しい。でもそのやるってことを皆さんに言うとは思ってなかったので、まあでも平日やし私はお手伝いをしに行くのであれですけど、でも明日島根との戦いでまあ結構厳しいところはあるんですけど、今のレイクスなら勝ってくれると信じてます。似たようなの食べてるくない？ちょっと待って、枝豆とひじきの豆腐バー、これ6種具材のお豆腐とひじきの煮物、同じやん。スタッフさんと一緒によく行くんやけど、千葉もね高かったんですよ。10,000円もしたから。でもスタッフさんと並んで座れる席がそこしか空いてなくて、その時買うかって言って買って、でもバスケにお金をこう出すのは全然苦じゃないから、なんか自分のお金やしバスケには何にも気にせずお金を出すようにしてます。
自分へのあの精神的投資として。豆腐ハンバーグめっちゃ好きなんやけど、豆腐ハンバーグ食べたい。そう、髪を染めました。このね、電気やとちょっと茶色っぽく見えるんやけど、グレーパープルアッシュみたいな。でもね、明日のために染めたんですけど、でも7日に染めたんですよ、ジェッツ行く前に。もう落ちちゃいそう今日はちょうどいい色だったんです。うわ、猿すごっ。うん、ちょうどいい色やったんやけど、あの落ちそうです。ダンスに流した表情がすごいなって今日感じました。嬉しい。なんか不思議な感じでした。ああ、自分ってまだアイドルなんやみたいな不思議な感覚。嬉しい。豆腐バー。あ、報告してない。後で写真送ろう。あ、何？女子バスケ見に行きたいけど何の試合が進むか。レイクスでしょ。滋賀レイクスターズのファンクラブに入りましたか。バチバチに入ってますよ。なんならレイクスのファンクラブ更新しますってなった日からもう入ってます。今日の髪型、メイクさんがね、色落ちすぐしちゃうんですよって話したら、三つ編みやったらあのアイロンも合ってへんし、ここはちょっとねアイロン、しかもでも低温でやってくれてならへんから抜けにくいと思うよみたいな。あんまりテープとかもせずにやったんで、だからやったーって言って優しいよね。お腹いっぱい。うん、最近一日一食でいいんですよね。でも今日は結構食べました。朝からそれこそこの豆腐バー食べて、お昼お弁当食べて、今日ひじきとこれ食べてます。でね、5日と6日にレイクスと渋谷の試合があったんですけど、でそれにね、こう渋谷も行きたいって思っててずっと、でそのスタッフさんと行こうってなったんですけど、ちょうどね5日から愛媛の舞台かぶせてきたかのように愛媛の舞台で、次渋谷とレイクスが戦うのっていつなんやろって思って、行けなさそうなん、行けなさそうってか、もう行けないんです。悲しいしかも6日とか休みやのに、公演ないのに、私は愛媛でずっとバスケットライブ見ないといけないです。でも明日本当にね、どうなるんだろう。島根もうね、オリンピック選手がいますし、やばいなあ明日。どうしても勝ってほしいけどなあ明日。本当にどうにかして勝ってほしい。ライブ配信はねあります、バスケットライブ入ってたら。ソフトバンクの人はね多分タダで見れるんじゃない。私はドコモなんで入ってますけど。島根は今年めっちゃ強いよ。うん、
いや絶対抑えられるかな。やっぱレイクスシュート率がね、やっぱさ、上手い人ってさ、シュートとかってやっぱ入るんよな。シュート率も高いんよな。でも今年のレイクスはディフェンスもすごくいいですし、シュート率も徐々に上がってきたんで、信じたいですね。そう、ヘイトの日なんです。レイクスのあのキャラクターマグニーが誕生したの。そうね、富樫選手は千葉ジェッツの時、もうね、富樫選手とかがもう目の前にいるわけです。もうさっさんと初めてあの場所でゴールピック、何名前教えて、めっちゃ近いんですよ。もうね、えぐいほど近くて、富樫選手が目の前にいるってなったりとか、オビーソコ選手、なんか後ろのね、男の子がいたんですよ。後ろの席にあのちっちゃい男の子がいて、でもうめっちゃ近いからさ、でレイクスの選手が帰っていく行くじゃないですか。でそしたら後ろの男の子のお父さんがなんかオビーソコ選手になんかサインくださいみたいに言ってて、で後ろの男の子がなんか、私あんまちゃんと見れてなかったんやけど、なんかサイン、靴かなにを出してって、オビーソコ選手がいて、私後ろパッて見たらもうここぐらいにオビーソコ選手の顔あって、イエーみたいな、イエスゴーみたいな、もうめっちゃ近かったんです。オビーソコ選手の顔がもうここにあるって、えみたいな、すごかった。もうスタッフさんと硬直なんかスタッフさんに、なんかハマちゃんが固まってるなって思ったらオビーソコ選手いたんだねみたいに言われて、もういやそれ固まりますよ、だってもう、えだってそこ、えだからもうファンの人の気持ちがすごくわかります。本当に。だってここにあるんですもん、顔が。だから、硬直しちゃいますよね。で、しかも日本語で、なんかそう、男の子がね、ありがとうございますみたいな言ったら、男の子が、あれ男の子じゃない、オビーソコ選手が、日本語で、ありがとうって言ったんです。え？どんなファンサービスやね。そう、そこにそこの顔がありましたそう、ラベナ選手とね、そこ選手めっちゃフォロワーいるんですよ。圧倒的に負けてますもうね、千葉にまでそのフィリピンのファンの方が来てたと思う。なんかラベナ選手のファンめっちゃ多くて、これ明日オビーソコ選手がいるんだってもうガチの、ちゃんとしよう、ちゃんと。でも仕事で行くんで、めちゃめちゃなんだ、私もう本当にもう緊張して やばいわ。どうしよう、緊張しすぎてどうしよう。本当にずっと緊張してるんで、それ聞いてから、舞台やってる時に聞いたんですけど、なんか本当は10月の予定だったんですけど、まあちょっといろいろあって11月に伸びて、もうね、今シーズンのレイクスが最高すぎて、ブースターの人なら分かってくれると思うんですけど、でもなんかシンプルに私はバスケが大好きなので、レイクスじゃなくても普通にね、バスケっていうスポーツがいいよねって思います。
明日でワンチャンフィリピンにハマちゃんファンが爆誕する。えそんなことある。でも明日ねもうほとんど完売してるっぽい。でも私はちょっとマジかって思ったのが、なんかね日によって値段が変わる制度になるっぽくて、ちょっとそれ嫌だなって思いますね。選手と写真とかも無理、絶対緊張する。オビーソコ選手と写真とか撮ったらもう私もうどうしよう、一生の家宝。でもハミルトン選手と撮りたかった、ハミちゃん。みたいな感じで明日はお手伝いします。美味しそう、お腹いっぱいすぎる。あ、今日プレゼント受け取りました。いろいろありがとうございます。まだ見てないんですけど開けられへん、まだ見てないんですけどいろいろ、いろいろね、ありがとうございます。また見ます。嬉しい嬉しい、もうやばい、嬉しいです。嬉しいプレゼントがたくさん、なんか見てないんですよね。すごい、すごい、なんでみたいな感じで、このあと配信終わったら開けていったりとか、お手紙を読みたいと思って待ってます。久しぶりになんかプレゼント嬉しいな。ふむふむ、いろいろお手紙を読むのが楽しみです。皆さんも機会があればお手紙などをくださると嬉しいなって思います。嬉しい。なんか最近ね本当に右目が痛くて傷ついてるのかな、右目が痛くてどんどんね耳も悪くなってきて、目もぼやけてきて、何なんですかね。早く治るといいんですけど、もうコンタクトはできなくて目が痛いのと、あとやっぱ乱視なんで、やっぱねちょっとね抱えちゃったりすると目が日によって見えないんですよね。どんどんね目が悪くなっちゃって、もう最近ね隣の人ももううるさくてうるさくストレス今日寒いと思って上着持ってったら全然寒くなかったし、どっちかにしてよ。寒い今は寒い。最近毎日のようにランディと連絡を取ってるんですけど、なんか卒業してからも連絡取れるのっていいなってすごい心の底から思います。みたいな感じで、
そろそろ終わろうかな。劇場公演来たい人います？来てくださった方、明日の用意もしなくちゃいけないし、部屋が今散らかりすぎて本当にやばい。うわー、チュロス食べたい。そう、ハマランディ、ランディもすごい配信頑張ってたわ。嬉しい、行ったよ、やってありがとう、嬉しい。なんか私最近自分の焦点が合ってるかよく分かんないんです。どうしよう。うや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 、寒いな、お風呂に早く浸かりたいな。うちはさやな、うちは公園行ったよ。うちはインスタでね、髪色を乗せる時間ね、じゃ髪の毛を取ってもらう時間なくて、もう千葉ジッツ間に合わへんみたいになって、もう急いで出てきちゃった。そのうち自分で撮って載せます。パフォーマンスすごく良かった、嬉しい。ちょっと不安やった今日のパフォーマンス、そうやって言っていただけて何よりです。ほんでも見たでやって、ありがとう、何回も見返しちゃって、まあみたいな感じで、そろそろもう明日も早いですし、明日も早いよ。ちょっと今日は早く準備して早く寝たいと思います。あー、めっちゃ食べ物ありがとう。これ食べ物なの？何なの？ありがとうみたいな感じで、ランキング読みます。13位ブラブラックさん、ありがとうございます。そして12位 V おはまちゃん、間違えた、おはまちゃん推し、 おはまちゃんに会いたいさん、ありがとうございます。そして11位プントさん、ありがとう。そして10位塩小路さん、ありがとうございます。そして9位筋肉愛好家さん、ありがとうございます。そして8位ミンピさん、ありがとうございます。そして7位人的さん、ありがとう。そして6位みゆさん、ありがとうございます。そして5位はっくんさん、ありがとう。そして 4位ワンタンメンさん、ありがとうございます。そして3位ラムネの親方さん、ありがとうございます。そして2位遠い明日楽しみさん、ありがとうございます。そして1位クレイズさん、ありがとうございます。わー、ということで、あ、そう、あのレイクスのね、観戦は明日来てくださる方、まあ、一応私はあのゲストとではないので、あのあれですけど、あのなんだろうね、純粋にバスケを見てほしいなと思います。なんかね、前回ゲストで出た時に裏じゃない、やっぱ携帯をめっちゃ触ってたりとかして、あの結構見てない人とかもちらほらいたので、バスケ観戦自体をそういうのはちょっと私的には寂しいかなと思うので、まあね、ハマちゃんのファンはすごいいい人ばっかりだなって思ってもらえると嬉しいので、ぜひぜひバスケの方をね、私明日あの普通にゲストじゃなくて普通にお仕事をしに、お仕事ロケみたいな感じなので、あのなんだろう、活動範囲みたいな感じではないので、多分公式では発表されないんですけど、リークスの方でね発表されたということで、まあ、もしかしたら見れるかもしれないし見れないかもしれないんですけど、シンプルにバスケをこうね全力で楽しんでいただけたりとか、これを機にバスケを好きになってくださる方が増えたらいいなっていう気持ちなので、ぜひ楽しんでください。明日あのバスケ来てくださる方、
私は言われなくても楽しみますはい、ということで本当にありがとうございました。SNS のフォローもよろしくお願いします。ということでバイバーイおやすみ、今日はありがとうねー。